実はコメントにちょっとやってみてほしいなっていうことがあったので、今日はそれをやってみようと思います。だいぶ前に花がこうよしよしされないと怒るっていう動画があったんですよね。結構伸びた方の動画だと思うんですけど、あたちを見てって書いた、サムネイルだったと思うんですけど、こちらの反応をですね、今回のこの魚でナダもやってみてほしいということで、動かさなくてもいいのかな、動かした方がいいのかな、ちょっとわかんないんですけど、とりあえず機械は今入れないで軽い状態で怪我のないようにやってみようと思います。で、やり方としては興奮状態にさせることも必要なので、撫でて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 撫でまくって、もう俺私のことが一番なんでしょって思わせた後にぬいぐるみの方をめでていきたいと思います。でその時の反応が多分本音というか本性だと思うので、飼い主としては嫉妬してくれると嬉しいんですけどね。どうですかね、なかなかそういった感情が奈良くんから見えてこないので分かりませんが、やってみますかね、やってみましょう。はい、そしたら奈良くんめでたいようになります。めでてめでてめでまくりましょう。あー、奈良くん、奈良くんかわいいね、奈良くんかわいいね、奈良かわいいかわいい、めんこたんだね、めんこたん、奈良かわいいね、どれどんだけかわいいの、どれかわいいね、奈良くんかわいいかわいい、あ、かわいいかわいいかわいい、かわいい奈良くん。そうですね、絶対寄ってきちゃうんですよねこれじゃ撮影できない。いい子だね。お願いよって。はいはいはい。おねもかわいいね。うん、おねかわいい。おねがすごいかわいいよ。もう大変ですね。膝の上からの鼻でなくなっちゃいました。膝の上にはちょっと飲んだりし、プチューのこっち。さあ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 。ん？何さ。はいはいはい。はい、いい子だね、いい子だね、かわいいね。うん、かわいいかわいい。奈良くんかわいいよ。何？奈良くんかわいいよ。どうしたの？俺だけめでてくれってか？うん？そんな毛なキリキリせんね。うん？はい。はい、ちゃんと座って。ちゃんと座って。はいはいはい。はい、わかった。あー、よし。あら、この子もかわいい、この子もかわいいね。あら、かわいいね。よし。あら、かわいい。あら、いい子だよ。こちょうで。あら、よし。あら、よし。いい子だ。あら、よし。いい子だ、いい子だ。あら、いい子だね。いい子だね。あら、あら、いい子だ。あら、いい子だ。ちょっと、そんな、かじんないであげて。わかった。ママが悪かった。うん。痛いよって言ってるよ。はい、やめてあげて。ちょっとガチ切れなとこありますねでもちゃっかり撫でてもらいに来てますけど、それやったら撫でないよ、奈良くん。はい、撫でてほしいみたいですね。なんかゴミがついてる、それやめて。怒ってんの？シュって怒ってんの？
倒したの。骨の勝ち。おいで来た、おいで。え、行く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 嫉妬はどれぐらいですかね。なんかちょっと魚と遊びたいのか嫉妬してたのかっていうのがまあちょっと分かりにくかった感じではありますけど、若干嫉妬があったような感じはしますね。はい、今もう遊んでないんでね、今ここにありますけど全然取りにも来ないので気にしてんの。大丈夫、奈良くん一番です。奈良くん一番です。はい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 、奈良くん一番、奈良くん一番。はい、よろしいでしょうか。よろしくない、よろしくないの。よしぐったいわ、奈良くん。しぐったい、くるぐったい、くるぐったい、くるぐったいからやめて。うん、はいはい、ありがとうありがとう、はい、ありがとう、うん、ありがとうありがとう、関係なしにこれやるんでね。これもちょっとやめてほしいな。はい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 。ちょっとくるぐったいね。くすぐったい。いや本当くすぐったい。なんか絶対なんかこう膝をこちょこちょしてる。はいはい、わかりましたわかりました。でもこんなのずっと続けてらんないよ、奈良くん。こんなのずっとやってらんないよ。いつまでやるのこんなこと。はい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 、わかったわかった。もういいって、もういい、もういい、もういいでございます。うん、はいはい、いいのいいの、え、いいのいいの、うん、もういいもういい、もういいもういいね。こんなのに毎日毎日何時間もやってなりませんからね。これで吠えなかったら完璧なんですけどね。本当にもう吠えなければだいぶいい子に育ったので、吠えなければ完璧なんですけども、なんでか吠えちゃうんですよね。いやーやだな、奈良くんやだな。ママそれ本当に嫌。ちょっとそっち行ってもらっていい？